はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。なんで俺今名前をと思ったんだ。アークザラットやってるからか。無計画にアークザラット2をやるのはパートの9かな、8かもしれない。よろしくお願いします。 9でやってくれ。で、ですね、まあ、シューの家から出てきて、まあ、ギルドにいるんだけど、ご覧ください。このモンスターはハンティングされました。モンスター扱いですね。恐ろしい人、こいつを倒してしまったので、一応報奨金として1500ゴッズとギルドポイント 4点を取ることができます。なんか悲しいけどね。で、今回はこのこれね、ハイヤじゃなくてハイオクね、ハイオクの人形師のお仕事を先にやってしまおうかと思います。もう一つなんか仕事、別のものもあったけど、どうしようかな。やっといた方がいいんだろうな。じゃあ、廃墟の町に行きましょう。ほいほい、廃墟の町ですね。ここでちょっとシャンテの装備を確認で、強力果物っていうのがあるんだけど、これ回復果物の上位互換版ですね。まだ結構強い。かなり回復するけど、まだいらないよね。これ何使えばいいんだろう。何を使ったぐらい、すごい薬草とかの方がいいのかな。これが弱いからね、本当に。本当前に出すと死ぬからな、この人。少しでもね、回復させてあげた方がいいでしょう。で、戦闘に参加するキャラクターは、あ、エルクとリーザは強制なんだ。じゃあ、シャンテと、シューと、忍者で。パンディット行く？たまにはちょっと、やらせてあげよっか。ね。ここではやり直しができます。ということでですね、このアークザート2はね、恐ろしいパズル要素もあるというね、ゲームなんですよ。で、今回は簡単だけど、ここでうっかり、おっとってやってしまうと、もう詰んでしまうんで、ここでやり直しを選択できると。こんなさ、こんなもん作ってるからさ、いちいちバグるんだよな。こんな要素を作るんじゃないっつうの。よいしょ。よいしょ。よいしょ、OK。でだ。いたいた。まあ、貴様は何者じゃ。さてはわしの人形の住みた盗賊じゃな。いるか、そのもん。ちょっとちょっと出ていけ。それとも、わしの趣味にケチをつけに来よったか。多分そういうことになるのかな。どっかで聞いたフレーズだな。それが余計なお世話だったと思い知らせてやる。おい、ガキ、ドールマスターはどうやって人形を操るか知ってるか。知らねえよ。お前は運がいいぞ。教えてやろう。こうやるのだ。その辺にいる、浮遊霊を憑依させることで人形を動かすのだ。優秀なドールマスターは優秀なネクロマンサーでもあるわけだ。はっはっは。おい、失敗した。助けてくれ。何なんだお前は。ということで、無能なネクロマンサーを助けるために攻撃はできませんね。味方扱いです。シューが早い。やっぱ早いのはいいな。ターンごとにチャージじゃなくて魔法のリンゴが欲しいですね。そうするとあるし、ターンごとにチャージ。え、じゃあエルクは何を使ってる。あ、復活の薬か。じゃあ魔法のリンゴでいいかな。どっち向いてんだろう。基本的にね、みんな下向いてるんで、こっち向いてるんで、この炎は結構見づらいよね。ほーら、よっと。あ、せっかくね、シャンデのちょっと攻撃も見てみましょうか。ほい。蹴りです。ただの蹴りです。この人恐ろしいですよね。こんな蹴りでよく戦場を生きようと思いましたよね。いやー、十分ですよ。いつも通りに行くぞ。させるか。いずれ役立つだろう。お、スピードアップを覚えた。触ると火傷するぜ。まあ、スピードアップは、まあ、見ての通りか、名前の通りスピードが
上がる魔法なんで、そんなにいらないかな、このゲームにおいて。まあ素早さ大事だけどね。で、こういう弱い人たちはなるべくね、戦わせない方がいいんだけど、なんとかして戦わないとさ、ダメなんだよね。あ、ちなみにこれ今リーザがついてるのが、なんだっけ。あ、スケープゴートか。食らうとシュウが代わりに攻撃を受けてくれるんだけど、これ反撃でも効果発揮するのかな、気になるからやってみます。無知に変えて、おい、あ、ダメなんだ。反撃時の攻撃には対応してないんだな。お、あ、変わった。あ、なるほどね。で、ワープするんだ。なるほど、なるほど。いつも通りに行くぞ。あ、で、シュウが今反撃しましたね。横からの攻撃でも。あ、え？なんで？反撃がね、プラス2になってんだけど。あ、あ、そっかそっか。エルクが魔法をかけたのか。反撃力を上げるっていう。忘れてたし。レベルが一番低いのは、パンディット、リーザ、パンディット。誰にしようかな。シャンデリーか。シャンデリー弱いからな。これクリティカルヒットの技ですね。風じゃない。助かったわい。人騒がせな男だな。お前だな。変態人形ページ男っておい。お前はこの前の若造。お前下水道のネクロマンサーか。約束通りもう死体はいじっとらんぞ。人に迷惑かけなとも言ったろうが、誰が、わしが誰に迷惑をかけた。ここに他人の子供を連れ込んでたらしいじゃないか。それが悪いのか。怪しげなおっさんの家に自分の子供を連れ込まれりゃ、親はいい気はしないぜ。わし、怪しいか？うん、ちょっとだけな。そうか、わしのような男は世間とかかわらず、出家でもしてしまった方がいいのかもな。そこまで言っちゃいねえけど。これからは僧侶にでもなって世のため人のために生きるとするか。おい、あんま押し込むなよ。行っちまった。なんかちょっとだけかわいそう。すぐ立ち直ると思うけどな。まあいいや、行こうぜ。結構リアルに作ってるよね。みんな女の子の人形だけど、ここにちょっと気になる。ん？ボタンがあるぞ。ボタンを押してみましょう。こんなことに時間作ってる暇はないんだけど。お、瞬きしたぞ。よくできてんな。別のボタンを押そう。お、ペロ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 。おお、あいつが作ったのか。結構すごいやつだったんじゃないのか。ポロ、あー、落っこっちゃった。お、悲しそうな顔してるぞ。拾ってあげる。あ、エルク固定なんだ。お、いや、笑った笑った。よかったよかった、という一連のね、動作でした。あ、ここちょっとめんどくさい。あいつが直したのかな。で、お金の、なんて言うんだろう、支払いはいつまで貯めててもいいんで、今回これで終わりですね。さっさとこの国を出て、西アルディアっていうとね、なんだっけ、サハラ砂漠じゃなくてサルバ砂漠だっけ、行きましょう。その前にね、いらっしゃいでね、ここにね、確か、あ、棒がねえじゃねえかよ。棒、クラブっていうね、棍棒ですね。あれを一本買っておこうかなと思います。というのもですね、棍棒シャンテが装備できるんですけど、確実に靴、ライトシューズなんかよりは絶対強いんで、ちょっと探していきます。お、あったあったあった。クラブ。シャンテが装備できるんで、ここに装備していきます。攻撃は、まあ、クラブの方が弱いんだけど、下取りはいいや、しないで。ライトシューズ、ライトシューズ。あ、こっちの方が強い、シューに。じゃあ、履かせてあげよう。男女兼用のライトシューズ。どういうことだ。よし、じゃあ東アルディアを出て西アルディアに行きましょう。時間大丈夫なのか？カット入れても10分ぐらいなってんのかな？
ってことは20分ぐらいでどっかセーブできるポイントがあればいいんだけど、サルバ砂漠行きましょう。この砂漠のどこかに白い家の入り口があるはずなんだ。この辺りにはモンスターが多い。出発する準備はできているのか？ああ。運を良さなかったな。セーブしてくればよかったかもしれない。これが、離着か。で、サルバ砂漠、ここに入ります。大丈夫かな？この砂漠を東に進んでいくと北に抜ける道があるはずだ。モンスターはいる。というよりもこの砂漠は砂漠それ自体よりモンスターの方が厄介だな。早速来たようだぞ。よし、やっていきましょう。バンディットはお留守番。これご覧ください。棒はね、目の前横3列に攻撃できるんです。こんな感じにね、なかなか使えるでしょ。そうでやろう。で、デンタリーショックで敵の防御を下げちゃいましょう。昔の俺はこんなに魔法いっぱい使わなかったよな。でここで反撃できればよかったんだけどね。おっと、エキスパンドレンジだって。また新しいの覚えたね。結構覚えるな。あーでこれ何にもしないでいるのももったいないかな。何にもしないとさ、本当に HP が入らないんだよね。何しても入るんで、一応なんかいろいろやらせてあげた方がいいのかな。この程度か。あーやっぱ魔法のリンゴの方が確率に強えな。カットはね、ある程度カットはしてるけど、どういう感じにやってるんだろうか。一応まあ必殺技、あ必殺技もねこれ見るんだよ、特殊能力で多分。あ見れねえし、なんだよ、普通に見れねえじゃねえかよ。ここも何もなかったかな、普通に特に。ん、おすすめない、こっちか。なんだ、死にたくなければ割り金全部置いてきな。なんだ、ただのコソ泥か。脅かしやがって。なんだ、どうな生意気な口聞きやがって。自慢じゃねえが、さっきの雷を落としたのは俺じゃねえぞ。先生、お願いします。ち、半分は俺の取り分だぞ。本当に自慢じゃないわね。俺らにとっ捕まってからもそんな口が聞けるかな。髪の長い方の女は俺によこせよ。うへえ、ロリコンか。ロリコンって何？とっととやっつけて先に進もうぜ。エルクは若干15歳でね、ロリコンという言葉を使いこなす。エルクロリコン疑惑だな。HP がちょっときついから、 HP きつい組をまず回復に回そう。触ると火傷するぜ。エルクは突っ込んでいってくれて構いません。力のなさを恨みな。触ると火傷するぜ。あ、そうだ、エキスパンドレンジだっけ。これを見てないね。これは何だっけ。相手の距離感を収縮し移動距離を広げる。あ、これが結構使えるんだよね。味方の移動距離が飛躍的に上がるんで、これは結構使っていった方がいいかな。
でしょ、これすごいでしょ、こんなに移動ができる。まあもう移動しても意味ないんだけど、もうやることがないキャラはとりあえずなんか魔法かけておきましょう。もうこうするだけで経験値がねみんなに上がっていくんで。で、シャンテさんも殴る。棒のね、あの熟練度を上げていきましょう。クラブの熟練度も必要ですね。とどめはかっこよく爆裂手裏剣。安定してるね、やっぱり。ヨーゴダンス。お、忍者なんじゃのレベル。いいですね。元気針。元気針はね、なんか結構使えたアイテムだった気がするよ。使うとチャージする。そう、攻撃力が、上げられるんだよね、チャージで。で、あそこだ。あそこを抜ければ森に出るはずだ。オッケー。じゃあ、とっとと。さて、どうする？決めちゃいましょう。アースクエイク。ここで魔法使ってきたか。ちょっと範囲魔法はきついか。おい、忍者が。レベルアップ。オッケー。忍者がきつい。あーっと、あぶね。アースクエイク打ってきたら死んでたぞ、忍者。今のがリアルじゃなくてよかったな。触ると火傷するぜ。で、エルクは結局、ゴテゴテに回ってしまったな。しかし、チャージをかけていたんで、かなり強い。これの始末は、足やべる、違う。ディフェンダーで。よし。リーザが始末をつけてくれたと。やった。私。この程度か。シュウがさ、今までプレイした中で一番強いんだけど。やっぱ魔法のリンゴを持たせて正解だったな。で、エルクは復活の薬でもう十分強いね。やっぱね、蹴りの人って弱いんだよね。だけど槍とか刃物を使える人ってね、やっぱ元の攻撃力がさすごい強いから、キック冷遇だよね。でブレード優遇、ソード優遇のゲームだからさ、ちょっとかわいそうっちゃかわいそうなんだよね。まあ後々シューはもうちょっとまともな武器使えるようになるんだけど。ようやく砂漠を抜けられたぜ。どうやら森に続いてるみたいね。まだこの先も長そうだ。そこの小屋で休んでおくのも良い。読めてね。そうしない？そうしましょう。今回はこれで一旦終わりにした方がいいかな。ここから先ちょっとまた長くなるからな。ここにある商品が欲しい方は商品と引き換えにお金を置いていってください。どういうこっちゃ。あ、でもこういう処方って田舎の方行くとありますよね。ある、知ってますよ、そういうの。復活の薬、あ、ちなみにね、これ装備してると個数に数えてくれないんだよね。だからこれ復活の薬をさ、これ装備しちゃうと持ってる数がね0個にならないと。どういうことですかね。もっといっぱいあるってことか。まあいいや。一体じゃあここで休みましょう。まあ、装備は特に変えなくてもいいかな。ちょっと復活の薬はかなり危ないので。布の服、すごい布の服、布の服の方がいいですね。じゃあ今回はセーブで終わりにしましょう。まあ、次回改めてステータス見直すかもしれないけど、今回ちょっと短いかもしれないけど、まあご了承ください。ご視聴ありがとうございました。